リンパケアサークルゆるふわの鷲見です。今日は前回に引き続き、緩めるハンドケアで、そちらの第2弾のゆらすという、ハンドケアをご紹介していきたいと思います。前回もご紹介した通り、今の状況ですね、どうしても消毒とかその手に関してかなり過酷な環境というか状況になっていますので、ハンドクリームとか外側からコーティングというかするのも有効ではあるんですけれども、実際に傷んだものを修復というかより良くしていく、水分とか油分とかバリア機能を高めるっていうのは、やはり内側からそのターンオーバーですね、皮膚そのものを回復させるっていうのが有効。それに関しては僕らのやってるその緩めるということをして体液循環を促す、そうすることによってターンオーバーを促すっていうのはかなり有効だと思います。そういうものを使いながらハンドクリームとかでそのコーティングというかをっていうのを併用してもらうとかなり有効だと思いますので、ぜひぜひ参考に、特に手荒れがちょっと気になるなっていう方はやってみてください。それでは早速やり方の説明をしていきます。はい、それでは早速やり方の説明をしていきます。まず指を揺らしていくんですけど、この手をこうかな、こうかな、でまず親指をこちら側で、4指をこっち側ですね、外側、こっちは小指側の方に揺らしていきます。こういう形を取ってもらって、指をこう挟んでくる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 ですね、こうですね、こういうイメージ、くる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 という風に揺らしていきます。で、指が終わったら今度は人差し指ですね、全く同じ要領ですね、同じ要領になるんですけど、回す方向が親指はこっちだったのがこっち側になるので、小指側の方にくる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 と回していきます。人差し指ですね。で、あと人差し指から小指は全部同じ方向になりますね。小指側のこちら側の方向にくる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 と回していきます。で、同じようにここを持ってもらってくる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 回していく。で、小指を持っても同じようにくるくる、4指が全く同じ方向に向かってくる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 と回していきます。で、5本ですね、5本が終わったら今度はこの指と指の間に指をこうやって入れていただいて、で、これも揺らしましょう。ゆらゆら。これに関してはもう上下にゆらゆらでいいです。上下にゆら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 というふうに揺らしていきましょう。で、これが全部の指の間ですね。今度は人差し指と中指の間にこうやって入れてもらって、ゆら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 。で、続いて中指と薬指の間に指を入れて、ゆら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 ですね。で、今度は薬指と小指の間に入れて、ゆら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 という具合です。で、この後に手を今度ひっくり返していただいて、またさっきと同じような方向になるんですよ。この状態で親指をこちらの方ですねに揺らす。で、今度4指は小指側のこちら側に回していくという感じです。で、さっきこの時に親指が、わかりますかね、この親指が腹の方に当たってたのを今度はくるっと返しても同じです。今度爪の方に親指をこう当ててもらって、で、またくるくるこちら側にくる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 と回していきます。で、人差し指をまた同じようにこういう形ですね、爪のところを持ってもらって、こちら側、こちら側にくる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 と回していきます。小指側ですね、外側です。で、中指も同じ、あと4指は同じです。人差し指も中指も薬指も小指も小指の方向、要は外側に向かってくる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 と回していきましょう。で、薬指ですね、くる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 。で、最後小指をまた同じようにくる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 と回していきます。で、5本指が全部終わったら、先ほどと同様この間に指を入れて、で、同じようにまた上下ですね、上下にゆら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 と揺らしていきましょう。ゆら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 と揺らしていきますね。
で次にここの間ですね、人差し指と中指の間に指を入れて、また同じように上下にゆら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 と揺らしていきましょう。ゆら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 ですね。で今度は中指と薬指の間に入れてもらって、ゆら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 ですね。で薬指と小指の間に入れて、ゆら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 。という形ですね。これをすることによって、まあ、手の動きだったりとか、色味はどうなんかな、わかんないな、カメラじゃわかんないですね、ミニ空間だとちょっと違うんですけど、まあまあ動きやすさとかそういうもので比べていただくといいと思います。はい、このように、緩めるハンドケアですね、今日は揺らすという方法でしたね。で、次回は今度はファシアケアですね、ファシアを扱うケア方法をちょっとご紹介していきたいと思いますので、興味のある方は次回もぜひご覧ください。リンパケアサークルゆるふわの方ではメルマガの方を発行しておりますので、まあ、今回の企画のようななんか情報ですね、提供をしておりますので、興味のある方はぜひメルマガ登録の方よろしくお願いします。はい、以上です。ありがとうございました。